ホーム沼津の予想フォーメーションです。ゴールキーパーが武者、ディフェンスは右から安西、篠崎、助木、浜、中盤の底は菅井、その前のインサイドハーフに徳永幸太郎と持ち、3トップは右から佐藤、ブラウンの献身、津久井ということで、今日はセンターフォワードに189センチ、長身のブラウンの献身が先発で出場です。続いて福島ユナイテッド FC の予想フォーメーションです。ゴールキーパーは山本海斗、清水の出身です。3バックです。右から幸恵、真ん中に大武、左に須、中盤の底は上畑、インサイドハーフに吉永博士、そして塩浜です。塩浜はルーキーです。右にベテランの小林、左にやはりベテランの宮崎36歳、ツートップが三木と長野、若いツートップです。ここは右サイドから攻めていきますが、ここも拾われる、沼津ボールになる、沼津のチャンスになりました。ゴール前には3人が入っていく、そのまだペナルティーの中からパスを出して、アンタッチシュート打った、ポストの左、際どいところ、ブラウンの献身。ここは浜が非常にいい形でボールを奪いました。なんとか沼津は自分たちのボールをキープしました。福島の方も非常に厳しいプレスかけてきましたけれども、人数かけてきてますが、さあここで福島ボールになった。沼津は人数いますけれども、右からクロスが入ってくる、ヘディング、ワンバウンドでキャッチしました武者。長いボールですが、これはつなぎます。さあ小林がボールを持っている、今シーズン1得点の小林、吉永中に入れる、もう一度戻ってきた、ヘディングで跳ね返した、もう一度小林のところに戻ってくる、クロスが入ってくる、幸恵からのボール、ヘディングシュート、ポストの左、いい形で何度かチャンスが連続してありました。福島です。今の場面ご覧いただきましょう。54分を経過しています。沼津は現在この福島には7連敗中です。逆に福島はこの沼津に対して本当に相性がいいということになりますが、4年ぶりに沼津はこの福島に勝つことができるのか。チャンスになった、シュート打った、外した、ポストの左、救いか、救いだ。今沼津がそのボールをつないでですね、キープしてやってくるってことはどこも警戒してますんで、さあ浜、このシュート打った、これは大きい、非常にいいフリーランニングを見せた浜なんですけれども、最後のところで決めることはできませんでした。ヘディングしました、最後は決まったか、ゴール、持ちが決めた、1対0沼津先制、ついに均衡が破れた。76分を経過している時間、記録上はこれ後半32分になると思いますけれども、今のボールヘディングで反らしてクリックした後、当たったのこちらが、最終的に持ちが右足で蹴り込みました。一番外には50番の小林もいます。小林今シーズン1点を挙げています。こぼれたところ、さあ福島抜け出した、トス入ってくる、決めた、小林か、小林今シーズン2点目、1対1の同点。やはり大外にいた小林のところにボールが来ました。いやー見事でした、ベテラン31歳小林、今シーズン新加入した小林です。大部から幸恵、そして小林、さあ抜けた、福島チャンスになる、チャンスになる、左に一人フリーがいるが、このシュート自分で行くか、シュート打った、ポスト、長野のシュート、左足、ポストが大きな音を立てました。タッチは割っていません。沼津ボールだ、浜がうまくつないだ、徳永幸太郎、前に一人いる、
1対3の状況だが味方が上がってきた。そしてボールが出ていく。さあ難しいところも、さあこのシュートを打てるか。安西シュート、コーナーキックに変わりました。いや倒れていますが大丈夫でしょうかね。安西ね、シュート打った後、これ徳永もう本当によく走りました。安西、浜、そして鈴木健志郎、タッチ終わってスローイン、そして菅井、もう一度鈴木健志郎、右足のアウトで出した。徳永、浜のシュート、ポストの左。今日本当に攻撃によく参加している浜。右に叩いて安西、安西から縦に、ここがさあここはなんとか折り返していきたいところですが、ボール奪われた。福島のチャンス、福島ここからだ、ここから福島いけるか、いけるか、決勝ゴール生まれるか。抜いた抜いた抜いた、ゴールに向かう、ゴールに向かう、ゴールに向かう、そしてパスが出た、もう一度中に入って、シュート打ったんですがクロスバーを越えてしまった。うーん、惜しいとこ、最後長野蹴りました。長いボールです。追い風に乗って相手ゴールキーパー山本海斗まで飛びました。あ、これタイムアップです。1対1、ドローになりました。同点ゴールの今50番の小林の背中が映りました。両チームとも勝ち点3を上げることはできませんでした。勝ち点は1ずつということになります。